ローレントムはアメリカ合衆国イリノイ州シカゴ生まれの女優、声優である。1961年にシカゴに生まれる。両親は冷凍食品に関するビジネスを経営していた。17歳で初舞台に立ち、それから1年もしないうちにブロードウェイデビューを果たす。格好たる演技力を披露してキャリアを積んでいき、後に出演したオフブロードウェイ作品においては、 オビー賞も獲得している。ほどなくして、脇役ではあるが映画作品にも出演し始め、オリバー・ストーン監督の、ウォール街や、ロビン・ウィリアムズとティム・ロビンスの共演作、キャデラック・マンなどの話題作に出演。特に、キャデラック・マンの役柄そのままに、ジョニー・カーソンが司会を務める、トゥナイト・ショーにゲスト出演を果たした。そのことが、後の女優としてのキャリアを手助けするものとなり、 オリバー・ストーン制作の中国系アメリカ人女性に関するヒューマンドラマジョイラッククラブにおいてはメインキャストに配役されている。映画やテレビドラマの他に数々のテレビアニメにおいて声優としても登場。代表作としては1997年から2010年まで放送された長寿家族アニメキング・オブ・ザ・ヒルがあり、同作では 主人公の昼一家の隣に住む一言、大いやみな、ベトナム人妻をコミカルに演じている。その他にはマットグレーニングによるフューチュラマにも声のレギュラー出演をしている。ありがとうございます。